お世話になっております、マサルです。今回はスマーフ攻撃について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずスマーフ攻撃とは何なのか概要をお話しします。その後スマーフ攻撃への対策についてお話しします。それでは始めていきましょう。スマーフ攻撃とは ICMP エコーリクエスト、つまりピングの仕組みを悪用して相手のコンピューターやネットワークに大量のパケットを送りつける DOS 攻撃の一種です。攻撃者は送信元 IP アドレスをターゲットの IP アドレスに偽装します。そして宛先 IP アドレスとしてブロードキャストアドレスを指定してピングを実行します。するとブロードキャストドメインに含まれる大量の機器がターゲットに向かってピングの応答を返すという攻撃です。ターゲットは身に覚えのないエコー応答が大量に届くことになり、リソースを消費させられてしまいます。実際にどのような通信になっているのか、パケットトレーサーというツールを使ってスマーフ攻撃の仕組みを見てみたいと思います。こちらの構成をご覧ください。 192.168.0.0/24 のネットワークに各 PC が存在しています。まずは通常のピングをご覧ください。こちらの PC から宛先 IP アドレス 192.168.0.2 に向かってピングを行います。すると 192.168.0.2 の端末から応答の通信が返ってきます。これが通常のピングの動きです。スマーフ攻撃の場合は宛先の IP アドレスをネットワークアドレスを指定します。ネットワークアドレスを指定したピングを実行します。192.168.0.0 に属する端末それぞれからピングの応答が返ってきていることがわかります。このようにたった一つのピングで大量の応答を呼び起こすことができるのがスマーフ攻撃です。今回は送信元 IP アドレスを偽装していないので自分自身に応答が返ってきていますが、送信元 IP アドレスをターゲットに偽装してブロードキャストアドレス宛てにピングの通信を送ることで大量のピング応答を相手に送りつけることができます。では次にスマーフ攻撃への対策をお話しします。まず各機器でブロードキャストアドレス宛ての ICMP リクエストを破棄するというのが対策の一つに挙げられます。最近のクライアント端末はデフォルトの設定で ICMP のエコー要求自体をパーソナルファイアウォールで破棄する設定になっていることが多いです。またルーターやファイアウォールでICMP の通信を通さないようにフィルターするという対策も挙げられます。ただ通信状況を調べたりする正規の用途としての ICMP も利用できなくなってしまうので、セキュリティポリシーに応じて ICMP をフィルターするか判断する必要があります。それでは今回はスマーフ攻撃について一緒に勉強しました。ここで少しお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは最後におまけトークです。今回スマーフ攻撃をテーマに一緒に勉強しました。ちなみにスマーフの名前の由来はこちらの漫画スマーフに由来します。漫画スマーフに登場する架空の種族は一体一体体は小さいのですが、みんなで集まることによって大きいことを成し遂げたり大きい相手を倒すといったストーリーのようです。これを今回の攻撃に当てはめてピングの応答1回1回は小さいけれどもみんなで応答すれば大量にリソースを消費させる攻撃になるということなんでしょうね。ちなみにスマーフは映画化もされているようです。スマーフ、スマーフェットと秘密の大冒険。ちょっと気になったので口コミを見てみました。すると評価は 2.3。 児童ですら楽しめないでしょう。何か楽しい作品を見たくなった。スマーフってなんだ、虫、地底人、散々な言われようでしたね。ちょっと辛口レビューでした。逆にちょっと見たくなりますよね。以上、おまけトークでした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。